ハサン駅はロシア沿海地方ハサン地区に位置する駅である。ハサンより国境の朝鮮、ロシア有状況を渡り、トマン港駅に至る。ロシアと北朝鮮の間の鉄道はソビエト連邦軍を輸送するために第二次世界大戦直後の1951年9月28日に建設された。トマン港駅より先は朝鮮総督府鉄道として 日本統治時代に建設されたので、ロシア側が後期であるのに対して、北朝鮮は標準機なので、貨物の積み替え、客車の台車の付け替えが必要である。2008年より輸送力増強に向けて、ロシアにより、破産駅より、拉致駅を経由して、拉致港、第三埠頭まで改修及び拉致港、第三埠頭の改修工事が着工した。 2011年10月に工事が完成し、試運転が行われ、2013年9月22日完成式典が行われた。これにより、標準機渡航機の4000機場の混合線を通り、ロシアの列車がラツコーまで直通することが可能となった。2020年、北朝鮮当局は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が、 国内に波及しないよう国境を事実上閉鎖した。2021年2月時点も北朝鮮国内からハサン駅に向けた区間の運行が停止されており、同年、ロシアへ帰る手段を失った大使館員及び家族が登録庫を使い、自らの手で国境を越える映像が公開されている。ハサン駅外観ありがとうございます。